第3次イタリア戦争、または4年戦争は、イタリア戦争の一部である。フランス王フランソワ一世と、その同盟国ベネツィア共和国が新生ローマ、皇帝カール五世、イングランド王ヘンリーパッセイ、国家と戦い、最終的には敗北した。この戦争は、カール五世が1519年に、新生ローマ皇帝に選出されたことと、ローマ教皇レオ十世が、 マルティン・ルターに対抗するためにカール・ゴセイと同盟したことに起因する。1521年、フランス軍がナバラ王国とネーデルラントに侵攻したことで戦争が勃発。ピレネー山脈を越えて侵軍してきたフランス軍はスペイン軍に撃退され、新生ローマ帝国軍はフランス北部に逆侵攻したがそこで足止めされた。教皇、皇帝、 そしてヘンリー・パスセイはすぐさまに対フランス同盟を結成、イタリア半島での戦いを再開させたが、フランスは一世とカール五世は主戦場をフランス北東部とみなしたため、イタリアでの戦いはほとんど重きをなさなかった。1522年4月27日の美国家の戦いで皇帝軍と強行軍がフランス軍に勝利したことで、フランスは ロンバルディアから追い出された。戦場が再びフランス本土に移動した一方、ベネツィアはドージェが交代したため単独交話した。イングランドは1523年にフランスを攻撃、同年相続権争いでフランスは一世を見限ったブルボン公シャルル三世がフランスは一世を裏切り皇帝と同盟した。フランスは翌年ロンバルディアを再度侵攻したが、 またもや失敗、ブルボン港にスペイン軍を率いてプロバンスに侵攻する機会を与えた。ここに来てフランソワ一世は新請を決行1525年にミラノを攻撃した。しかしパビアの戦いで大敗して捕虜になったことで戦争は終結を迎えた。フランスは講和を模索しなければならなかったがフランソワは,はスペインで囚われていたため、 彼の母ルイーズ・ド・サボアが外交を主導した。彼女はオスマン帝国のスレーマン一世の宮廷へ施設団を派遣、スレーマン一世に新生ローマ帝国への最後通帳を出させた。これは後のフランスオスマン同盟の祖地となった。スレーマン一世はこの機会に乗じて1526年の夏にハンガリー王国を侵攻、モハーチの戦いでカール五世の同盟者、 ラヨシュ二世を戦死させた。こうした外交努力と背後からの一撃にもかかわらず、フランソワ一世はマドリード条約への署名を余儀なくされ、イタリア、フランドル、ブルゴーニュ公国を全て放棄した。しかし、フランソワ一世は解放されるや、条約の履行を拒否して、戦争を再開した。マドリード条約以降の戦いは、コニャック同盟戦争と呼ばれる。 イタリア戦争はこの後30年間続くが、最終的にはフランスのイタリア占領の野望はついえることになる。1515 15年9月のマリニアーノの戦いはカンブレー同盟戦争を収束へと向かわせたが、その平和は1518年までには崩れ始めた。当時の西欧大国はロンドン条約で相互不可侵と軍事同盟を訳するなど表面上は 有効的だったが、神聖ローマ帝国の継承では意見が合わなかった。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世は、ハプスブルク家の世襲体制を確保にすべく、孫のスペイン王カルロス一世を次期の皇帝に押した一方、フランス王フランスは一世は自らを押した。しかし、両者ともそれぞれの事情があった。宗教改革の創始者、マルティンルターが、 帝国貴族の間で影響力を増しつつあるため、教皇と神聖ローマ帝国は対応に追われた。イングランドが起用したウルジースキ教は・スー・キキは大陸ヨーロッパでの紛争に介入する野心的な外交政策を断行して、イングランドと自分の影響力を増大させようとしたため、フランスは一世の障害となっていた。 1519年時点でのカール5世の領土マクシミリアン1世が1519年に亡くなったことで皇帝選挙がヨーロッパ政治の表舞台に出た。教皇レオ10世はカール5世の権力が強すぎることを恐れてフランスは1世を支持したがカール5世への選出を阻止し得ないことがわかるとフランスは1世を見捨ててカール5世主事に乗り換えた。選定校たちは ザクセン選定校、フリードリヒ3世を除いて、全員が、ハプスブルク家とバルワ家の候補の両方への支持を表明した。というのも、マクシミリアン1世は生前、選定校たちに、カールに投票する代わりに50万フローリンを払う、という約束をし、フランスは,は300万フローリンの支払いを確約。さらにカールは、支持を得るために、フックア家から大金を借り入れ、 支払い金額を釣り上げたためである。この賄賂には教皇も参加しており、レオ十世はマインツ大司教に教皇施設の位を約束している。しかし、選挙の行方を決めたのは賄賂ではなかった。民衆たちのフランス人口帝への反感は強く、選定校は決められずにいたが、カールが兵隊を選挙地フランクフルトの近くへ向かわせると、 選定校たちは意を決してカールに投票した。彼は1520年10月23日に退官したが、その時点ではすでにスペイン王位とネーデルラントでのブルゴーニュ公国領地を影響下に収めていた。イングランドでは外交を担当するウルジース・ーキョがヘンリー・パスセイの大陸への影響力を増すべく、イングランド王国がフランソワ一世とカール五世の間の調停者になる。 ことを申し出た。その第一歩として、ヘンリー・パッセイとフランソワ一世が、禁断の陣で会見し、その直後に、カレーでウルジー・スー・キキが、カール五世をもてなした。この二つの会見の後の1521年12月に、レオ10世が休止したため、ウルジー・スー・キキは、コンクラーベの準備として、カレーで、仲裁会議を開催し、自分の名声を上げようとした。しかし、 翌年4月まで続いた会議は何らの成果ももたらさなかった。ジャンクルーエによるフランスは一世。フランスは一世は神聖ローマ皇帝になる野望を持ってヨーロッパを戦火へと投じた。1520年12月、フランスは戦争の準備を始めた。しかし、ヘンリー・パッセイは平和を破る者への介入を宣言したため、フランスは一世は公的には カール5世を直接攻撃できなかった。その代わり、彼はドイツとスペイン領への先制攻撃を支援した。まず、ロベール3世、ドラマルクがムーズ川沿岸を攻撃、同時にフランスと、その同盟者であるナバラ王の連合軍がサンジャンピエドポルを占拠、続いてナバラ王国全土に侵攻した。この侵攻は、 名目的には18歳のナバラオ・アンリ・ダル・ブレが、率いたが、実際に軍を指揮したのは、アンドレ・ド・フォアであり、資金と装備はフランスが提供した。フランスの計画はすぐに破綻した。ムーズ川の攻撃は、ネーデルラント総督のブレガ・ハインリヒ3世に、撃退され、ド・フォアは、パンプローナを占領したものの1521年6月30日の、ノアインの戦いで敗北して、 ナバラからの撤退を余儀なくされた。一方の皇帝カール5世は1521年3月のボルムス帝国議会でマルティンルターを対処することに暴殺されていた。皇帝は宗教改革により帝国が解体することを恐れ、教皇レオ10世モルターが教皇の権威を否定したことにより、決別、二人は手を組むことを決めた。 フランツ本実金源とザクセンセン公フリードリヒ三世を後ろ盾とするルターに対し、皇帝と強皇大使のジロラモアレアンドロは1521年5月25日にボルムス直令を発布、ルターをローマ教会から破門するとともに、帝国アハト系に処した。皇帝はさらに当時フランスに占領されていたパルマとピアチェンツァをメディチケにミラノ公国を スフォルサケに返還することを強行に約束した。レオ十世は宗教改革に対抗する上で帝国の支持が必要だったため、フランスをロンバルディアから追い出す手伝いに同意。これにより、フランスは一世のイタリアにおける同盟国はベネツィア共和国のみとなる。六月、ブレダハクハインリヒ三世率いる皇帝軍はフランス北部に侵攻してアルドルやムーゾーンを破壊し、 トゥルネーを、包囲、陥落させた。しかし、快進撃を続けた、帝国軍は、メジエル包囲戦で、ピエール・テライユ・トアンヌ・ド・モンモランシーの抵抗を受けて、失敗、進軍が停止してしまった。フランスは一世はすぐ軍を集めて、反撃。1521年10月22日に、バランシエンヌで、カール5世自ら率いる、帝国軍の主力と改戦した。 グルボンコーシャルル3世の旅重なる要請にも、かかわらず、フランソワは攻撃をためらい、カール5世に撤退の時間を与えた。フランソワがついに攻撃を命令した時には、雨が激しくなって有効な攻撃ができず、帝国軍は戦闘を回避して戦場から離脱した。そのすぐ後、ボニベ領主、ギヨーム・グッフィエとギーズコクロード率いるフランスと、 ナバラ王国の連合軍は、ビダソア川川口部の戦略的要所、フエンテラビアを包囲、陥落させ、その後の2年間スペイン北部に脅威を与え続けた。第三次イタリア戦争のロンバルディア戦線。主な戦場である、美国家、政治やとパビアが赤字で表記されている。11月頃には、フランスの状況はだいぶ厳しくなっていた。カール五世。 イングランド王ヘンリーパッセイ、教皇レオ10世は11月28日に対フランソワ同盟を結成した。フランスのミラノ大官であるロートレック伯爵は帝国軍と教皇軍からミラノを守備する任務についていたが、集荷的せずプロスペロコロンナに敗れ、11月末にはミラノから追い出されあった川沿いまで追い詰められた。 そこで、スイス傭兵の増援を受けたが、支払えるお金のないロートレックは、傭兵の要求を聞き入れて、すぐに帝国軍との戦闘を開始した。1522年4月27日、ロートレックはコロンナ率いる帝国軍と強行軍をミラの近くの美国家で攻撃した。ロートレックの計画は、フランス軍に優勢のある大砲で攻撃して、優勢を徐々に拡大する。 というものだったが、決起盛んなスイス傭兵がすぐ攻勢に出て、スペインのひなわ銃部隊を攻撃したのでやむを得ず、大砲での攻撃を取りやめた。しかし、傭兵は、ペスカーラ公爵フェルナンド・フランチェスコ・ダバロス率いる、スペイン軍とゲオルク・フォン・フルンツベルク率いる、ランツクネヒトに散々にやられてしまった。破れた傭兵は、出身の関東に戻り、傭兵を失ったロートレックは防衛するだけの、 兵隊すら不足して、ロンバルディを諦めた。対抗する軍勢がいなくなったイタリアでは、コロンナとダバロスがジェノバを、包囲、5月30日に降伏させた。ロートレックの敗北を見たイングランドは、介入を決めた。1522年5月末、イングランドの大使は、フランスは一斉に、最後通帳を突きつけた。通帳には、スコットランド貴族の第二代オオルバに、 公爵ジョン・スチュアートの指示などフランスに対する数々の非難が記されていた。フランスは一世は疑いを全て否認した。ヘンリー・パッセイは続いて6月26日にカール5世とウィンザー条約を締結、双方が少なくとも4万人の兵士を供出してフランスを攻撃することを確約した。カールはさらにイングランドがフランスに反旗を翻すことにより、 失われる年金の保証と昔の借金の返済に同意した。また同盟の証として、ヘンリーの一人娘メアリーとの結婚に同意した。7月、イングランド軍はカレーから出撃して、ピカルディとブルターニュを攻撃、資金難で反撃に打って出ることのできないフランソワを、尻目に略奪して回った。ブルボンコーシャルル3世への想像上の肖像。所領を、 フランソワ一世に没収されたため裏切って、カール五世と同盟した。フランソワは、資金集めに、様々な方法を試したが、ブルボン公シャルル三世との争いを一番効果的と、狙った。シャルル三世は、ブルボン上皇シュザンヌとの結婚により、ブルボン行為を得たが、シュザンヌは1521年に死去した。シュザンヌの重視で、フランソワ一世の母であるルイーズ・ド・サボワは、 血統上の優位により相続権を主張した。フランソワはブルボン公領を得られれば財政立て直しが一気に進むので母の主張指示、ブルボン公の所領を没収した。シャルルは奮撃し、王を見限ってカール五世に接近した。1523年、フランスにとっての戦況は最悪であった。ベネツィアのドージェで、すでに88歳と高齢だった。 アントニオグリマーリが死去、新たに選出されたアンドレアグリッティは、カンブレ同盟戦争を戦った経験から、新生ローマ帝国とフランスのどちらにも組みしないことを決めた。彼は就任して、すぐカール5世との講和に取り掛かり、2ヶ月後の7月29日に、ボルムス条約を締結して、ベネツィアを戦争から離脱させた。フランスでは、シャルル3世が、 カール5世と陰謀の計画を進め、反乱を起こす代わりに、資金援助と援軍派遣を約束させた。しかし陰謀は10月に発覚し、フランソワ1世は、シャルル3世をリオンに召喚した。シャルルは病を称して、ブザンソンに逃亡した。激怒したフランソワは、シャルルの同調者をすべて処刑するよう命じたが、当のシャルルの捕獲には失敗し、シャルルは、 カールをガ側に着くと公的に宣言した。カールは続いて、スペインからピレニエ山脈を越えて、フランス南部を侵略した。ロートレックは、バイオンヌを過労うじて守ったが、カールは1524年2月に、フエンテラビーヤを再占領した。一方、サフォーク公爵率いるイングランドの大軍がフランドルと、皇帝軍の進撃と同時に、カレーから出撃。 二正面作戦を強いられたフランスは抵抗できず、イングランド軍のソンム側とかを許し、パリから80キロのところまで軍を進められた。しかし、皇帝がイングランド軍の側面援護に止まったため、フランス首都攻撃というリスクを背負いたくなかった。サフォーク港は10月30日に撤退、12月にはカレーまで戻った。ギオーム・ドボニベ、ジャン・クルーエが1516年頃、 ボニベは、フランス軍を率いたが、パビアの戦いで戦死した。自国が攻められているのをよそに、フランソアは、ロンバルディアでの戦いに集中した。1523年10月、ギオームド・ボニベ率いる18000人のフランス軍は、ピエモンテを通過して、ノバーラに到着、そこで同じぐらいの人数のスイス傭兵を招兵した。プロスペロ・コロンナ率いる、 強行軍には9000人しかおらず、ミラノへ撤退した。しかし、ボニベは強行軍を過大評価して東映に入ってしまい、その間に強行軍の指揮官たちは1万5000人のランツクネヒトやヤいブルボン港の増援も12月28日に駆けつけた。また、東映の間にプロスペロコロンナが死去、シャルルド・ラノワが代わりの指揮官になった。春が来ると、 フランスが雇ったスイス傭兵の中で脱走者が続出し、ボニベは撤退し始めた。しかし政治屋側で追いつかれ、やむなく戦った。政治屋の戦いで敗北を喫し、フランス軍前衛を率いていたピエールテ・テライユも戦死した。フランス軍は狼狽したが、ともかく最終的にはアルプスを越えて撤退した。またこの戦いで旧式軍隊に対する、火縄銃の優位が再確認された。 1524年7月、ブルボン公とスペインのペスカーラ公爵は1万1000人の軍勢でアルプスを越えてプロバンスを侵略した。途中の村で抵抗を受けず進軍してきたブルボン公は8月9日、エクスアンプロバンスに入場してプロバンス博を称し、支持の見返りとしてヘンリー・パスセイへの忠誠を誓った。ブルボン公とペスカーラ公は プロバンスで唯一抵抗を続けたマルセイユを包囲、下が落とせず、フランソワが9月末に援軍と共に、アビニョンに現れるとやむなく、イタリアまで撤退した。1524年10月中旬、フランソワ一世は4万の軍勢を率いて、アルプス山脈を越え、ミラノへ攻軍した。ブルボン公とペスカーラの軍隊は、プロバンスでの戦いから、まだ回復しておらず、 フランスはを阻止する力がなかった。フランス軍は渋滞に分けて進軍したので、皇帝軍の攻撃を容易に撃退できたが、海戦に持ち込むことには失敗した。全滅は免れたが、ミラノの守備を担当しているシャルル・ドラノアは、自軍が1万6000しかなく、倍以上のフランス軍を撃退することは、不可能だと悟り、10月26日にミラノを放棄して、ローディへ撤退した。 フランソワは,は、ミラノに入場して、ルイ2世、ドラトレモイを、ミラノ総督に任命すると、ボニベナ後押を受けて、皇帝軍のアントニオ・デレイバが守備しているパビアへ、抗軍した。この時、他の指揮官は、反対して、ラノワの追撃を主張したが受け入れられなかった。フランスのロンバルディア新軍とパビアの戦いまでの動き、青線は、フランス軍、赤線は、 皇帝軍の動きを示す。10月末には、フランス軍の大半がパビアに到着した。11月2日、アンヌ・ド・モンモランシーは、ティチーノ川を渡りパビアの南に行き、包囲を完成させた。市内に残った人数は9000人程度だったが、商人が多くを占め、令和は賃金を払えず教会の装飾を溶かして、資金にする羽目になった。フランス軍と、 皇帝軍の小ゼリアや砲撃がすぐに開始し、11月には城壁の2箇所を破壊し、突破口を作った。しかし、11月21日に試みられた侵入は大損害を出して失敗。その後も雨が続き、また、フランス軍は火薬が不足したため兵糧攻めに転換した。12月、ウゴデモンカダ率いるスペイン軍はジェノバ近くに上陸した。 ジェノバでは、親、バロアか、親、ハプスブルクかをめぐる争いが起きていて、スペイン軍は、その介入を目指していた。フランソワはそうはさせまいと大軍を、サルツォコーミケーレ・アントーニオに送らせた。フランス軍に、人数で勝たれた上アンドレア・ドーリア率いる、フランス艦隊が到着したことで、スペイン軍の勝ち目がなくなり、降伏を余儀なくされた。続いて、 フランソワと教皇クレメンス七世の間で秘密条約が締結され、教皇が皇帝に協力しない代わり、フランソワが教皇のナポリ侵攻を援助することが約された。条約に基づき、フランソワは指揮官たちの反対を跳ねつけて、軍の一部を指揮官のオールバニコージョン・スチュアートと一緒に南へ送った。ラノアはフィオレンツオーラでオールバニコーを足止めしようとしたが、 フランス側に着いたばかりのジョバンニデ・メディチの国旗隊に攻撃され大損害を出してローディへ撤退した。メディチはフェラーラ公アルフォンソ一世が提供した多量な火薬と共にパビアに到着しフランス軍を補強した。しかし同時に5000人のグラウビュンデン州出身のスイス洋兵が州をランツクネヒトの略奪から守るために戻ってしまった。 パビアの戦いタペストリーの一部1525年1月、ゲオルク・フォン・フルンツベルクが1万5000人のランツクネヒトと共にイタリアに到着。増援を得たラノアは進行を再開した。ペスカーラがサンタンジェロを占領して、パビアとミラノの連絡を断った一方、ランツクネヒトたちはベルジョヨーゾまで進軍。一時はメディチとボニベの反撃に苦戦したが、 最終的には占領した。2月2日頃にはラノアはパビアから数キロのところまで到着した。フランソワ一世は自軍を近くのミラベルド城に中屯させ、ちょうどレーバの部隊と救援軍の間に配置した。2月中にはパビアへの砲撃が続いた。メディチが重傷を負い、ピアチェンツァで療養に入ったためフランソワはミラノの中屯軍の大半を呼び戻し、 包囲軍を補強したが、パビアは一向に落城しなかった。2月21日、物資が尽きつつある、皇帝軍は、フランス軍を大軍と勘違いし、撤退経路の確保とメンツのために、ミラベロ城を攻撃した。1525年2月24日の朝早く、皇帝軍は、ミラベロの城壁に穴を開け、ラノア軍の侵入を成功させた。ラノアは、 パビアに残留した兵士も連れ出して、戦闘に参加させた。その後4時間続いた戦いでは、まず10年前のマリニアーノの戦いで大活躍した、フランス軍の銃騎兵が急速に前進したが、後方で援護射撃をしている、砲兵隊は誤射を避けるために一時射撃を取りやめる、羽目になり、さらに皇帝軍のランツクネヒトと、スペイン軍のひなわ銃部隊に騎兵と砲兵を、 分断された。一方、皇帝軍の不評は、スイス傭兵と、フランス不評を配送させた。フランス軍は、多数の犠牲者を出し、ボニーベ、ジャック2世、ドラ、パリス、ルイ2世、ドラ、トレモイユ、リチャード・ドラポールは戦死、モンモランシー、ロベール3世、ドラマルク、ナバラオ・エンリュケ2世、そしてフランソワ一世自身は、捕虜となった。その夜、 フランスワは母への手紙をラノワに託した。手紙の内容には世の残りの不幸がどう進行しているかをお知らせする次第です。すべてを失ったが、誇りと命だけは安全だ。とある。そのすぐ後、フランスワはさらに衝撃を受けた。ナポリに送ったオールバニコーの軍勢は脱走などで兵士の大半を失い、ナポリに到着することなく、 フランスへ帰還したのであった。結局、イタリアのフランス軍は、スフォルツスコ城を守る、小部隊以外は、アランソン公シャルル4世の指揮したアルプスを越えて、フランスへ帰還。3月には、リヨンに着いた。1525年、パビアの戦いの後の西ヨーロッパパビアの敗戦の後、フランス王、引いてはフランスの運命は、熾烈な外交駆け引きで争われた。 カール5世は戦争の支出を払えず、資金年出のためにイザベラフォン・ポルトガルと結婚した。これにより、ヘンリー・パッセイと約束したチューダー家との子に役は破棄されたが、ポルトガル王女を選んだのは持参金の金額が上だったためだった。ブルボン公はヘンリー・パッセイとフランス分割の陰謀を練り、同時にペスカーラにナポリを侵攻して、イタリア王に即位するようそそのかした。 フランスでは、摂政のルイーズ・ド・サボワが兵士と資金を集め、イングランド軍のアルトワを未然に防げた。また初めてフランスの施設団をオスマン帝国に送り、スレーマン一世に助けを求めようとしたが、施設団はボスニアで行方不明になった。12月に再び、ジャン・フランジパーニなどを含む施設団を送った。今度は、無事。 オスマン帝国の首都コンスタンティノープルにつき、秘密の新書を送付した。新書には、フランソワ一世の救出とハプスブルク家の攻撃などの要請が盛り込まれていた。フランジパーには、スレーマン一世の返信をもって1526年2月6日に帰国、フランスオスマン同盟の第一歩となった。スレーマンは、その後、カールに最後通帳を送り、 フランソワ一世の即時解放と、神聖ローマ帝国からの年貢を要求した。それが断られると、オスマン帝国は1526年夏に、ハンガリーに侵攻、ウィーンへと侵軍した。フランソワは、カールと、自家断反すれば解放されるとの確信を持って、ペスカーラ・とラノワに、ナポリのヌーボ城ではなく、スペインで遊兵されることを求めた。 ブルボン公の陰謀が気がっかりだった二人は同意して、6月12日にフランソワをバルセロナへ護送した。フランソワは初めバレンシアの近くのベニサノで囚われて、いたが、イタリアの反乱を危惧するモンモランシートラノアの強い、要請に押されたカールはフランソワをマドリードに移動させた。しかし、カールはフランソワが条約を受諾するまで面会しない、と強い拒否を示した。一方、 フランソワ一世と同じく、パビアの戦いで捕虜となり、マドリードで捕らわれていたナバラをエンリケ二世は脱出した。彼は帰国したが、スペインのナバラ侵攻が続き、カールがバスナバールの南端を占領した。カールは、フランソワ一世に対し、ロンバルディアだけでなく、ブルゴーニュとプロバンスの割譲も求めたが、フランソワは、フランスの法律では、 フランス王官僚を高等法院の許可なく放棄することは許されないと強弁し、また高等法院は許可を下さないだろうと予想した。パビアの戦いの後、カール5世とフランソワ1世への面会9月、フランソワは重病になった。彼の姉はマルグリット・ド・ナバルは看病のためパリからスペインまで急行した。フランソワ1世を診察した帝国の医者たちは、 皇帝に受け入れられなかった悲しみから病気になったとし、カール五世にお見舞いするよう求めた。帝国最小のメルクリーのガッティナーラは、死の床でようやく面会に行くことは同情ではなく厳禁な行いであり、皇帝がすべき行動ではないとも反対したが、皇帝はお見舞いに同意し、フランソワの妖体もその後解放へ向かった。しかし、脱走には失敗し、マルグリッドが 強制送還される結果となった。1559年の加藤カンブレジ条約で確定したフランスの国境を。第三次イタリア戦争の後、戦いはさらに30年間続いたが、フランスはロンバルディアを二度と得ることができなかった。1526年の初め、カールはベネツィアと教皇からフランチェスコ・ニセイス・フォルツァをミラノくらいに復帰させる様子よく求められ、 次の戦争が始まる前にフランスと和平する必要が出てきた。一方のフランソワは、ブルゴーニュを維持を堅持しようとしたが失敗したため、自らが解放されるために徐々に、ブルゴーニュの放棄も視野に入れるようになった。1526年1月14日、カールとフランソワは、マドリード条約に署名し、フランスは、イタリア、フランドル、アルトワに対する請求を放棄、 ブルゴーニュ公国をカールに、割上、二人の息子を人質として、スペインに送り、カール五世の姉レオノールとフランスは一世との、結婚に、同意、さらに、ブルボン公から奪った領地の返還に同意した。また、フランス王に、極めて、キリスト教的な国王という称号があることを、利用され、ルター派のセクトや他の異端のセクトの間違いを正す、ために、 ヘンリー・パッセイに、ナバラ王位を諦める説得に同意させられた。フランソワは3月6日に解放され、ラノワに、警護されて、フエンテラビーアまで移動した。3月18日、ビダソワ側を渡り、フランス境内に入った。同伴のフランソワとその弟アンリは、ルイーズとロートレックにより、バイオンヌへ連れて行かれたが、代わりの人質として、スペインに送られることとなった。またこの頃、 フランソワの代表は、イングランドのウルジーとハンプトンコート宮殿で条約を締結して和解、翌年4月にグリニチでの会談で条約を批准した。しかし、フランソワはマドリード条約を守る気がなかった。3月22日、教皇の認可も取り付けて脅されて署名したので、マドリード条約に縛られる必要はないと宣言した。この頃、 皇帝の権力の増長を恐れたクレメンス7世は、フランソワ1世とヘンリー8世に死者を送り、対皇帝同盟を提案した。マドリード条約で何も得られなかったヘンリーは、同盟に前向きだったが、フランソワと教皇は、イングランドそっちの家で5月に、コニャック同盟戦争を始めた。ヘンリーは、イングランド主導の同盟締結に失敗したことで、教皇との関係が疎遠になり、 イングランドは1527年にようやく参戦するのであった。フランスは最終的にはイタリア戦争の目的を達成できなかったが、フランスは一世とその後継者、アンリ二世はミラノへの主張をイタリア戦争を通して取り下げず、1559年のカト・カンブレジ条約でようやくイタリアを放棄した。ありがとうございます。